申し込む。あの選手小平奈緒との比較はやめて。女帝イッサンパがかなりナーバスになっているわけ。女子アイスッケー取材後は恵美佐々木カンヌオリンピックバークに向かう予定だ。そこには恵美佐々木ホッケーセンターアイスホッケー、恵美佐々木アイスアリーナ、フィギュアスケート、恵美佐々木カーリングセンター、カーリングといった非加味競技の試合会場が集まっており、いずれの試合会場も徒歩で移動できる距離だ。その中の一つ、恵美佐々木スピードスケート競技場では本日女子スピードスケート 1000m が行われるが、小平奈緒のライバルである韓国のイ・サンファ、スモモ・ショウハナンは出場しない。昨日韓国スケート連盟関係者が明かしたところによれば、イ・サンファはメイン種目である18日の 500m に照準を合わせ棄権することを決めたという。今日のレースは小平奈緒との日韓エース対決の前哨戦として韓国でも関心を集めていた。イ・サンファは継承五輪を盛り上げる7大美女アスリートにも選ばれている看板選手だけに、現地ではテレビをつけても新聞を見ても小平との対決が大きく取り上げられていた。それでもイ・サンファが欠場という決断を下したことからは、韓国で非加味の女帝とも呼ばれるイ・サンファが 500m での直接対決を前に小平のことをかなり警戒していることがうかがえるだろう。実際イ・サンファは継承の選手村入りした後には現地記者に対してこう語っているほどである。頑張りますから、これ以上あの選手小平奈緒のことと比較しないでください。最近の報道を見ても、私ではなくあの選手の話ばかり。ホームで開かれる五輪なのだから、私にフォーカスを合わせてください。小平と比較されることにかなりナーバスになり、ストレスを抱いているようにも感じさせる言葉だが、なぜイ・サンファはそれほど小平を警戒しているのか。五輪3連覇を狙うイ・サンファの素顔、そもそもイ・サンファは今大会で 500m 五輪3連覇を狙う韓国のスター選手だ。中学校時代から韓国代表に選出。前々回のバンクーバー五輪では20歳にして金メダルを獲得した早熟の天才。彼女が若くしてその才能が開花させたのは、キム・ヨナもその恩恵に授かった韓国の巨額投資強化計画、バンクーバープロジェクトも関係しているだろうが、バンクーバー五輪後の活躍も華々しい。13年11月には自身が持っていた世界新記録を更新し、ソチ五輪では五輪2連覇を達成している。こうした実績に加え、そのクリーンなイメージも手伝って韓国国内での人気は絶大だ。プライベートな話題がメディアで取り上げられることも珍しくなく、同じくスピードスケート韓国代表からの片思い発言や、元アイスホッケー選手との交際発表などが絡まった非加味の恋の三角関係、話題を呼んだこともあった。またイ・サンファはそのルックスの良さにも脚光が集まり、現地紙で大胆なグラビアを披露したこともある。デコ集めやネイルアートが趣味という可愛らしい一面も相まって、男性ファンも少なくない。小平の実力は韓国も認める。そんなイ・サンファが小平奈緒を警戒しているのは、この2シーズンは直接対決で一度も勝てていないことが関係しているのだろう。イ・サンファの負けが続いている一因には、怪我が重なって調子を落としていることもあると言われている。その一方で小平がオランダ留学などを経て実力を上げたことも否定できない。何しろ小平は現在ワールドカップ15連勝中だ。イ・サンファが持つ世界記録36秒36こそまだ破られていないが、今季もワールドカップ第3戦で36秒50をマークするなど、吉見記録を出し続けている。
そんな小平の実力は韓国も認めている。メディアやファンの間では小平に対抗心を燃やすどころか、平昌での対決に諦めムードすら漂っているほどだ。それだけに李三波も意識せずにはいられないのだろう。氷上の女帝としての意志と焦りが彼女をナーバスにさせているのは間違いない。500m での決戦を前に小平に警戒心を高めている李三波。今日 1000m を走る小平のぬめりを氷上の女帝はどのような心境で見つめるだろうか。日韓エース対決の行方を引き続き現地で追っていきたい。あの選手小平奈緒との比較はやめて。女帝李三波がかなりナーバスになっているわけ。女子アイス系取材後は恵美笹にハンドルオリンピックワークに向かう予定だ。そこには恵美笹ホッケーセンター、アイスホッケー、恵美笹アイスアリーナ、フィギュアスケート、恵美笹カーリングセンター、カーリングといった氷上競技の試合会場が集まっており、いずれの試合会場も徒歩で移動できる距離だ。その中の一つ、恵美笹スピードスケート競技場では本日、女子スピードスケート1000メートルが行われるが、小平奈緒のライバルである韓国の李三波、スモモショウハナは出場しない。昨日、韓国スケート連盟関係者が明かしたところによれば、李三波はメイン種目である18日の500メートルに照準を合わせ、棄権することを決めたという。今日のレースは小平奈緒との日韓エース対決の前哨戦として韓国でも関心を集めていた。李三波は平昌五輪を盛り上げる7大美女アスリートにも選ばれている看板選手だけに現地ではテレビをつけても新聞を見ても小平との対決が大きく取り上げられていた。それでも李三波が欠場という決断を下したことからは、韓国で氷上の女帝とも呼ばれる李三波が500メートルでの直接対決を前に小平のことをかなり警戒していることが伺えるだろう。実際、李三波は平昌の選手村入りした後には現地記者に対してこう語っているほどである。頑張りますから、これ以上、あの選手、小平奈緒のこと、と比較しないでください。最近の報道を見ても、私ではなくあの選手の話ばかり。ホームで開かれる五輪なのだから、私にフォーカスを合わせてください。小平と比較されることにかなりナーバスになり、ストレスを抱いているようにも感じさせる言葉だが、なぜ、李三波は、それほど小平を警戒しているのか。五輪三連覇を狙う李三波の素顔。そもそも李三波は今大会で500メートル五輪三連覇を狙う韓国のスター選手だ。中学校時代から韓国代表に選出。前々回のバンクーバー五輪では20歳にして金メダルを獲得した早熟の天才。彼女が若くしてその才能が開花させたのはキム・ヨナもその恩恵に授かった韓国の巨額投資強化計画バンクーバープロジェクトも関係しているだろうが、バンクーバー五輪後の活躍も華々しい。13年11月には自身が持っていた世界新記録を更新し、ソチ五輪では五輪2連覇を達成している。こうした実績に加え、そのクリーンなイメージも手伝って、韓国国内での人気は絶大だ。プライベートな話題がメディアで取り上げられることも珍しくなく、同じくスピードスケート韓国代表からの片思い発言や、元アイスホッケー選手との交際発表などが絡まった、氷上の恋の三角関係、話題を呼んだこともあった。また、李三波は、そのルックスの良さにも、脚光が集まり、現地紙で大胆なグラビアを披露したこともある。デコ集めやネイルアートが趣味という可愛らしい一面も、そう待って、男性ファンも少なくない。小平の実力は、韓国も認める。そんな李三波が小平奈緒を警戒しているのは、この2シーズンは直接対決で一度も勝てていないことが関係しているのだろう。
イ・サンファの負けが続いている一因には怪我が重なって調子を落としていることもあると言われている。その一方で小平がオランダ留学などを経て実力を上げたことも否定できない。何しろ小平は現在ワールドカップ15連勝中だ。イ・サンファが持つ世界記録36秒36こそまだ破られていないが、今季もワールドカップ第3戦で36秒50をマークするなど吉見記録を出し続けている。そんな小平の実力は韓国も認めている。メディアやファンの間では小平に対抗心を燃やすどころか、平昌での対決に諦めムードすら漂っているほどだ。それだけに、イ・サンファも意識せずにはいられないのだろう。氷上の女帝としての意地と焦りが彼女をナーバスにさせているのは間違いない。500メートルでの決戦を前に、小平に警戒心を高めているイ・サンファ。今日、1000メートルを走る小平のぬめりを、氷上の女帝はどのような心境で見つめるだろうか。日韓エース対決の行方を引き続き現地で追っていきたい。